今日はアッパーウエストサイドに来ました。街並みがすごくかっこいいです。駅も歴史的な駅ですね。DSW の店内もユニオンスクエアのショップに比べてすごく落ち着いています。アッパーウエストサイドには日本でも結構紙袋を持ってる人がいる、ザバールスっていうのかながあります。店内はカゴがぶら下がってて可愛いです。チーズもぶら下がってます。こんにちは。一つの商品に対して種類がすごいです。このスーパーのオリジナル商品もたくさんあります。2階には調理器具がずらり、すごいです。私の大好きなお菓子作りコーナーです。でも使っているのはこちらです。アイシングクッキーを作るときに使います。クッキーの型がいっぱいです。何でもなく大きいペッパーミルです。ペッパーミルだけでこれだけの品揃えです。かわいい。なんとこんな商品がありました。玉ねぎを切るとき用のメガネだそうです。